壊してやる。ラウンド1。ファイト。お願いします。ラウンド1。ファイト。エクセンシュー円剣フエクセンシュー飛行弾エクセンシュー全撤却エクセンシュー円剣フエクセンシュー Round 2. Fight!
ファイト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 ファはい、We'll be right back.
1。危なかった。かかってきた。ラウンド1。ファイト、ファイト。こんなお子様と私がカードを組むなんて、見くびられたものね。私、ユカ先輩と戦う時まで絶対負けられません。そう、それは残念ね。自らの不運を呪うがいいわ。どういう意味ですか？頭の悪い子ね。あなたはここでおしまい。ユカと戦うのはこの私だということよ。超ムカつく。だったらとにかく勝負よ。後で吠え面書いても知らないんだから。ラウンド1。ファイト、ファイト。どうだ、どこだ、
玉をウォン。ラウンド2。ファイファイ。負けた？この私が負けたというの？ごめんなさい。でも初代 VG クイーンが相手だったから手加減なんてできませんでした。あなた似てるわね、あの子に。え？なんでもないわ。そうですか。あのすごく勉強になる試合でした。ありがとうございます。時代は移る、新しい風が吹こうとしているのか。やっと会えましたね、ゆか先輩。君は？私、ミツルギタマオって言います。私、先輩に憧れてここまで来ました。よろしくお願いします。わかった、遠慮なく行くよ。ラウンド1、ファイファイ。最後まで勝てるとは思いませんでした。すごいね君、その技どうやって身につけたの？先輩の見よう見まねです。まさかそれだけでは無理だよじゃあ秘密ですありがとうタモちゃん、僕にもまた新しい目標ができたよ。そんな、先輩、私考えてたんです。もし勝てたら、先輩の弟子にしてもらおうって。それはできないよ。どうしてですか？君は僕に勝てた。そして、一人でもっと輝くことができる。
一度だけじゃないですか。私、先輩のようになりたくてここまで来たのに。どうして僕が君を弟子にできないか、その答えはタモちゃん、君の中にあるんだ。どういうことですか？君と戦って僕は自分の中の弱さに気づいた。お互いこれから修行が必要なんだよ。タマオがバカだからよくわかんないのかな。それが分かった時、もう一度 VG で戦おう。約束だよ。 はい、わかりました。先輩の言ってた言葉、どういう意味なんだろう。わかんないな。はっきりとはわからないけど、先輩の真似だけじゃダメだってことかな。私は私、きっとそういうことですよね、ゆか先輩。よし、先輩楽しみに待ってますね。また次の VG で。